ジョコンダ・ベッリ・ジョコンダ・ベッリは、ニカラグアの詩人。ベッリは20世紀を代表する100人の詩人の一人に選ばれている。父・ウンベルト・ベッリは、起業家で、母・クロリア・ペレーラは、マナグア実験劇場の創設者であった。2018年、ベッリは2016年の選挙によって出現した、ダニエル・オルテガ政権に反対の立場を取り、 オビミエントレノバドールサンディニスタの活動的メンバーとなった。ジョコンダ・ベッリ、2016年ライプチーヒのブックフェスティバルで、小説、エル・パー・ゲミノ・デラ・セルークス・ヨーンは、2005年、スペイン・ビルバオのブックフェスティバルのプルマで、プラタ賞を受賞した。2006年、詩集、笛細いアパートド、 ワイスベタプエスタ・アレホスの第28版で、プレミオ・インテルナショナルデポワズ・アシューダ・デ・メイリアを、受賞した。エルパス・デラス・ムヘレスは、女性によって統治された国について語っている。ありがとうございます。